あなたのお言葉がなくても、無論私は父と変わらない心で遺偶を思っているのですから、まして、あなたがご病中にも、こんなにご心配になって、私へお話になることは、どこまでも責任を持ってお受け合いします。気がかりになどは、少しもお思いになることはありませんよ。などと源氏が言うと、でも、なかなかお骨の折れることでございますよ。後を頼まれた人が本当の父親であっても、それでも母親のない娘は心細いことだろうと思われますからね。まして、恋人の列になどお入れになっては、思わぬ苦労をすることでしょうし、また、他の方を不快にもさせることだろうと思います。悪い想像ですが、決して、そんな風にお取り扱いにならないでね。私自身の経験から、あの人は、恋愛もせず、一生乙女でいる人にさせたいと思います。御息所はこう言った。